野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、もう残り終盤戦になってきましたよ、ね。はい、あと3チーム、あとは、あと4チーム、はい、今日はですね、はい、ソフトバンク、はい、いきます、はい。ソフトバンクはね、ちょっと今年ね、うん、今4位と、はい、ちょっと優勝厳しいかなっていう、ね、優勝まで結構ありますね。でも A クラス入りはね、うん、全然まだ可能性もありますし、まだまだ、はい、まあ優勝狙うには去年の終盤戦怒涛の本当何十何連勝みたいな、はい、あれが必要だ ね、うん、そうですね。まあこれがね出てる頃にはそれがどうかもうまあ決まってると思うけどね。これ出てる頃だいぶ後ですからね。そうそう、もう決まって、うん、だってこれ多分何日、10月の7日だね、7日ぐらい、今日7日だ、はい、10月7日、はい、トナの日です。トナ、何ですかトナって、分かんない言わないでください、もうすっごい出てきた、はい。さあということで去年のドラフト試合って、うん、ね、1位井上智也選手、はい、ね、佐藤輝明行ってね、うん、抽選で外して、はい、井上選手なりましたけども、はい、まあ、1軍出場はありません、はい、ね、ちょっと3軍のことまではもうそこまで調べないんで、うん、分かんないんですけども、2軍で42試合116打数30安打2割5分9厘ホームランが3本、うん、まあまあまあこっからだね、うん、そうです、うん、でもサードでエラー1個しかしてないからね、もうん、まあ、いいんじゃないのっていうね、未来のもひょっとしたら DH とかで出てなかったらね、はい、まあまあいいんじゃないのっていうところでね、うんうん、まあまあまあこっからだね、はい、まあ高校生だからね。そうですね。続いて、ドラフト2位が笹川義康選手、はい、こちら横浜商業高校から、うん、柳田悠岐のようにインパクト大っていうね、うん、まあ、だから最近ねソフトバンクはね即戦力いらないんで、はい、高校生ね返上して、うん、でここは、ね、2軍で4試合です。はい、だから3軍で出てるのかな。そうかもしれないですね、うんうんうん、で3位、牧原浩太選手、はい、日大藤沢、うん、こちらキャッチャー、はい、2軍で6試合、うん、だからまあ3軍で出てるのかな、はい、4位川原田純平選手、はい、青森山田2軍で17試合、うん、打率0割8分3厘。まあまあここからだね、はい、まあ高校生だからね、全員高校生ですか。そうそうそう。でピッチャー田上選手、外野もこなせる二刀流、2軍で1試合だ、3軍で投げてるのかな、はい、ということで、はい、評価は C です。 C、 見えないからいや判断できないから B とかじゃないんですよ、 C なんですね。そう、やっぱ、うん、ね SABC だったら、はい、B は、はい、まあ高校育成だからね、うん、まあ B かなっていうところだけども、はい、今年は普通は C です。はい、ABC ですもんね今年、うん、普通が C で、はい、1人活躍してたら B で、はい、2人以上が A になるんで、はい、その育成とか何でも評価できないんで C です、はい、C です。そうですね、はい、まあでもね育成延長だから別に悪いわけじゃないんだよ、はい、そんな何かがね、うん、まあ、ここからどう成長するかっていうね、はい、ところが、まあ、一番大事になってくるのかなっていうところで、はい、今年の2021年どこを取るのか、うん、どこ取ろうかね。ソフトバンクちょっといろいろ手こ入れしなきゃいけないところがさ、はい、結構あるのよ、はい、まず第一に、うん、怪我人多すぎっていう、もう毎年もう5年ぐらい連続で言ってるけどね、なんかずっとそう言ってるイメージありますね。そうそうそう、だからそこの中で、うん、まあ足りな、まあサードもね、うん、マッチの後継者をもうそろそろ見つけなきゃいけないところで、はい、今リチャードが出てきてるんで ね、 いい感じね。で、まあ、栗原もサード守れるっていうところで、はい、まあ、ここはこの2人のどっちかが、まあ、埋めていければいいかなっていうところで、で、まあ、2軍にね井上選手っていうのもいるし、はい、まあ、そこはまあまあいいかなと、うん、で二遊間欲しいなっていう、二遊間でも今宮選手とか、まあ、怪我勝ちだからね、あ、まあ、で、まあ、川瀬、周東とか、はい、牧原とか、周東選手も手術してね、で川島とか、うんうん、っていうところで同じタイプの選手が多いんで、ちょっと違うタイプの選手欲しいかなっていう、はい、で外野柳田、うん、で栗原、はい、でファーストまあ外野に中村晃、うん、で、まあ、上林がパッとしない、うん、でも今年は政子もあんまりやと、うん、っていうところで、はい、で、まあ、外国人選手が経過、はい、まあまあなかなか苦しいね。そうですね、うん、で、まあ、佐藤選手はね、はい、おととしのドラフト1位かな、はい、まあ、2軍ではまあそこそこ頑張ってるんですけどまだ1軍に出てこれてない、長木選手、うん、はい、でピッチャーもまあいるんだけどね、うん、ちょっと怪我勝ちで揃わない、うん、どこ取ろうかね、まあ、怪我までは分かんないですからね。うん、でも俺知ってんだよ。お、知ってんですか。ドラフト1位、はい、誰か、はい、はい、言います。じゃあ教えてください。はい、はい、第1回選択希望選手ソフトバンク、隅田千尋投手、西日本工業大学、はい、
左です。もう佐藤さんおすすめの、はい、高校の時からのおすすめの、うん、でまあ九州だしね、うん、あそうですね、うんうん、でまあ左っていうところで、はい、まあ、今の先発が和田がね、うん、まあ、投げてますけど、まあ、ベテランっていうところと、はい、あのまあ笠谷っていうのも投げるけども、うん、はい、まあ、左の先発がね、うん、ちょっと欲しいかなっていうところでね隅田、はいはい、長崎出身なんですね。そう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 。で俺はいいかなっていうね、はい、しかも力強い球も投げるし評価もいいしね、うん、はい、同じ九州でっていうところでは俺はいいんちゃうかっていうね。おー、そうですね、もうあの一本釣りでいかないと、うん、あの外れ1位とかではもう絶対なくなるから。ないですね。で昨年もね高校生取っていって、うん、ちょっとねこの状況の厳しさではもう余裕ぶっこけないやろっていうところで、はい、まあこの大学生の隅田君、うん、ドラフト1位、はい、同じ九州、うん、いいんじゃないのかなって。いいですね、うん、そうですね、うん、え、すごい、ちょっと雑誌とかこうペラペラ見てると S ってなかなかいないんですけど、隅田君 S ですね。そうだよ、今日の日刊スポーツ一番でかいからね。本当ですね、うん、それと、はい、まあ、もう一人おすすめで言うと、はい、あの関学の黒原投手、うん、同じ日サウスポ、緩急巧みに打者制圧って書いてあります。っていうところがね、はい、俺はいいかなっていうね。うーん、だから2人取れればね、うん、最高だけどね。そうですね、うん、黒原くんも左ですね、うん、そう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 、はい、俺は何気にね、うん、この2人いいかなっていうところと、はい、やっぱ二遊間欲しいね、うん、やっぱソフトバンク、うん、あとね外野も欲しい、うん、で外野で言うとまあおすすめどころは、はい、このね神代の、はい、梶原、はい、ソフトバンクにね、うん、おすすめっていうところで、あと二遊間、二遊間で言うとまあ、パンチ力ある選手も欲しいなっていうところもあるけども、まあ、千葉学芸の有園君とかソフトバンクソフトバンクっぽいよね、はいはい、なんか感じが、あ、感じが、うん、あとは、まあ、はい、関西大学の野口選手っていう、うん、まあ、右投げ左打ちなんだけどね、まあ、ショート守れるっていうところでも、はい、まあ、いいかなっていうね、うんうんうん、あとはそうだね、仙台大の川村優斗君どうですか。ん、はい、仙台大の川村優斗君いいの、うん、私これおすすめ、はい、どういう選手、三冠を狙えるっていう。そうなん、はい、三冠王ってすごいよ。三冠を狙えるハイセンスですよ、うん、はい、ちょっと北海道出身なんですけど、うんうん、仙台大学で、うん、私どっかの動画でも一回ちょっとそうなん、日本ハム行きそうやな、北海道出身って。そうですね、行きそうですね、うん、でもここら辺だね、やっぱ左欲しいね、ピッチャーは。そうですね、うん、うんうん、でまあ二遊間、はい、っていうところもまあ取っていきたいかなっていうね、うん、形で。あとまあ去年キャッチャーとかも取ってるからね、去年幅広く内野外野とか野手も取ってんだよね、はい、高卒でね、うん、だそこら辺がまあ多分うまく育ってくるとしたら、やっぱりまあ今年はもう大学社会人で、はい、上位はいいんちゃうんで、下位で高校生取って、うん、でまた育成パーっていっぱい取るからね。確かに去年が全員高校生とかあるので、やっぱり、うん、使える即戦力っていうところでね。そうだね、うん、取った方が良さそうな気がします、ね、ソフトバンクの育成言わなかったけど。あ、そうですね、うん、何人取ってます。あ、結構取ってますね、8人ね、はい、結構取ってる、うん、ね、まあ、毎年ソフトバンクはやっぱり育成取りますからね、うんうん、そうだね、うん、まあ、そういったところではね、ここからまあまた誰かが育ってくるパターンあるからね、はい、いや、そうなんだ、育成から活躍する率結構いますからね、うんうん、でも今年やっぱり上位は、うん、やっぱ大卒社会人で行った方がいいと思うから、はい、隅田君、うん、が俺はもう隅田君、多分隅田君行くと思うよ、ソフトバンク知ってるからね。あ、知ってるですもんね、うん、そうそうそう、隅田君行って、うん、2位で、はい、関学の黒原投手、うん、はい、まあね、言ってると思うよ、残ってねえよっつってねただ去年もコメントとかで、いや、その選手は2位では無理ですとかで結構書かれてましたよね想像だから、こう取れたらいいよね、いいねっていう妄想してんだからね、はい、そうです、そうです、妄想を楽しんでいこうっていう企画でもあるんだから、はい、そう、だから、うん、墨田くん行って、はい、黒原くん行って、はい、こう帰ってきた時にこう 3巡目、はい、帰ってきた時に野口くん行こうか、行けたらいいですね、うん、そう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 、うん、可能性はあるからね、そうです、なくはないですからね、そうそうそう、うん、去年だってね、牧、はい、がね、うん、2位で残ってるって思わなかったでしょっていうね、だって動画内で牧選手絶対1位だろうってね、そうそうそう言ってたんだ、それが2位になったりもするし、はい、楽天の則本がね、うん、2位で余ってるか、うん、そうね、はい、パターンもあるじゃんね、うん、そのパターンもあるからね、はい、だからそれ言ったらすごいで、いや、そうですね、うん、最高ですね、うん、そしたらもうフィーバーだね、はい、この動画も、うん、
まあ、でもやっぱり今年はね、そのやっぱ社会大学生、はい、俺は行った方がいいなっていう、ピッチャー、うん、即戦力取りそうな気がしますね。そうそうそう、うん、まあ、そこをね、はい、皆さんがどういう考えかね、あと本番が楽しみですね。そうですね、はい、はい、言うの忘れてました、はい、ソフトバンクおすすめあります。 まだいました、まあね、はい、キャッチャーも、はい、俺は取った方がいいと思うんだ、いるよ、それはもう、久喜とかね、はい、頑張って谷川選手とか出てきますしね、うん、とかね、でも俺は、はい、ソフトバンクにキャッチャーのおすすめがあります、はい、大友。大友なんですか。大友なんですか。大友これ何、そうですか、胸、そう、うん、もうね、大友、大友、大友です。帝京大学キャッチャーです。へー、これめっちゃでかいのよ、はい、荒削りだけど、はい、肩も強いし、でパンチ力あるから、うん、だからなんかソフトバンクに合うなっていう。へー、そうですね、でもしあれだったらコンバットすればいいし、はい、俺は何気にソフトバンクでおすすめしたい、帝京大学の大友。じゃあ大友選手、うん、下位でね、いいんで、はい、4位か5位ぐらいで、うん、いいから大友、そうです、大友、そう、大友、帝京大学、はい、キャッチャーです、うん、もうほんとでかいんで、はい、もうほんとソフトバンクに合ってそう、うん、のかこう感じ的がね、はい、でまあ下位もねいいけど、もう次育っていかなきゃいけないから、はい、そういったところでは高卒対卒とうまく合わせながら育てていった方がいいから、うん、で結構でかいし当たったらパンチ力あるから、はい、そういったところではねソフトバンクに合いそうかなっていうね。じゃあ佐藤さんみたいに打てるキャッチャーとして、うん、でもやっぱ技術、守備の技術伴わないとまず先だけどね、はい、あ、そうですね、うん、でも本当でかい、俺見に行った時でかかったからね、おすすめです、は